どうもシャペンです。今回は、さ、久々の超究極祭、グランギニョルですね。で、まず一旦、まあ、オリジナル属性というか、光属性のとこ行きますか。で、気になる点が、反射は完全に潰されてるのかどうかですね。これで、もう、オールスター。闇はちょっと強キャラクターの種類が多いですね。一応アイテム使おう。反射が潰されなかった場合は、まあ、ここだとシーン、火属性というか、マナとかマサムネとかいっぱいいるんで、一体編成ぐらいを許してくれたら嬉しいですね。なんだこのドクロは。ただ真ん中のやつは多分、地雷必要だろうと。こんな顔してたんだ。周りのドクロ。買った。ただ、制限的なやつは、ああ、内弱だったね今。ドクロで入れ替えか。なるほど。反射やばいな。ドクロ入れ替えってことね。めちゃくちゃいっぱい出てきますね。ただ加速は有利そうだな。地雷、あとめちゃくちゃ。反射はでもこれ、いや、いいんじゃない別に。弱害でもちょっと貢献してるから、なんだこの地雷巻き。後から出される地雷も活用していく。で、加速友情が普通に強そう。あと内弱でこれどんぐらい入るんだ。一応靴は処理して。超魔水もしっかり強いですね。あ、強っ。さすがに比べ物にはならない。なるほど。まあ多分制限も出るんだろうけど、反射別に悪くないかもしれないな。あ、来た。まあとにかくプニ処理。鉄製広そうだな。うわ、でもルビー1類はめっちゃ強そう。蘇生入って、あ、倉庫かな。とりあえず、やっぱ揃えた方がいいか。補正してる？あ、してないか。普通にこれただ暴れ回るだけでも効果的な気にするけど、さすがにここは貢献できてない。割としっかりめに殴った方がいいのか。待つ。あ、倒すんだね。いや、でもこれ加速めっちゃありがたいな。まあでもそうなったらアビスでいいって話は出そうですけどね。アビスでもいいとはなるけど。ん、剣輪。あ、剣輪からの弱点。いやー、でも超魔水がちょっとあまりにも有利ですね。マリラに至っては超魔水イエル。入れ替わっちゃったから。立てらん？あ、でも地雷怖いけど、いや、一旦回収しよっか。か意外とこういう地雷って危ないですよね。あ、でもめっちゃ入ってるな。ペンギン経由だったら。ちょ、回収しろ。とりあえずパンデモニウムよりか楽そうっすよね。セイラもだいぶ鉄製広かったんで楽な印象あったんですけど、ワンチャンこの感じセイラムよりも楽な説あるか。鉄製広そうだし。
反射も1体とかだったら別になんかマナとかも急げですもんね。はい、弱ない。相手これ処理しようか。えらい、でも地雷怖いんだよな。これで地雷そんな痛くなかったらマジで優しいっすね。光とかだと結構普通にこれ即死だからな。ベルで思い出しますもん。あ、やべ、下倒せなかった。あ、でもめっちゃ入る。今は友情でしょ、多分シャドウの。ゴリ回収。うん、ルートもなんか決まってるっぽいしな。横でもいいのか。あ、でもこれ上下に使っちゃうな。横の方がいいかな。まあ、これでもいいもんな。だいぶ余裕もありそうだし、良心的ですね。まあ、ね、こんなパーティー組んどいてですけど。こんなゴリゴリ限定コラボコラボコラボ。ああ、何これ、新ヤマトやつみたい。ケンリンからの、あ、ここはあの概念ないんですね。弱点入れ替えの。めっちゃ新ヤマトやつっぽいな。うわ、決まるときは一発で決まるやつの。これ芯打つ必要あんのか。あ、ちょっとプニ出そうだな。出てくる人、あ、いないんだ。あ、反射別にこの暴れまりでしょ。じゃ雑に、まあ特段なんか起きててもなさそうだけど。うん、意味がない。これで弱ありだったら多分これやってくれそうだったな。ずっとでも地雷ちょっと怖いんですよね。ここを丁寧に。あ、やべ。惜しい。今そのラグでワンチャンあった。ナイス。これで安心して、倒すとかでもいいんですよね。地雷展開あるから。危ない。まあこっから安心でしょう。3本あるし。ただ怖いんでしっかりと地雷を拾っておく。あ、さすがにシャドウ食らうな。あ、ちゃんと拾っていく。ありがとう。いや、全然これ反射ありだ。結局プンに2面しかいなかったっすよね。まあ、もちろん貫通が主体なんで、内弱とかは殴れないんですけど、ただ、完全なる邪魔になってるわけじゃなくて、なんなら弱外でもちょっと入ってるから、別に1体とかだったら入れる価値は、わあ。ゴリラ。そりゃまあ貫通は貫通なんですけど、別に反射も入れていいと思いますね。だからここは芯とかですし、貴族性のところは政宗とかマナとか、特に加速友情持ってる場合は無理して入れてもいいかもしれないですね。いや、意外とマジ鉄製広そうで
これならかなり良心的なんじゃないかなと思います。ということで、よかったらコメントの神谷さんのクリアパーティーとかお待ちしております。あと、戦車当たるご教えていただけると、こんな感じで動画とか頑張っていくんで、よかったら教えていただけると、モチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひでは、ご視聴ありがとうございました。グランなら。